皆さん、おはようございます。ティーンデアのミラクルボーイ、キングタクです。今日は外国人の水道水事情。日本は水はそのまま飲めるんです。はい。ペットボトルの水ももう美味しいですね。安心して飲めるんだけども、工夫が必要です。なお、世界はどうなのか。オセアニアの場合、オーストラリア、ニュージーランドはそのまま飲めるが注意が必要だそうです。最新の注意。データがないアフリカやヨーロッパ、一部のアメリカ州でもあります。そのまま飲める南アフリカ以外ですね。ノルウェーやフィンランド。アイスランド、アイルランドもそのまま飲めますが、ただ飲めないのはアジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアの一部もそのままでは飲めないですね。やはり塩分が取り除かなきゃいけないし、大変ですし、砂漠ですね。はい。そのままは飲むのは困難でございます。海外はね。はい。大変ですね。確かに水は必要です。日本人は。はい。というわけで、外国の水道水事情でした。バイバーイ。